ハミルトン島は、オーストラリアのセントラルグレートバリアリーフに位置する島。ハミルトン島は、74の島々からなる、ウィットサンデー諸島の一つ。距離的には、ケアンズとブリスベンの中間に位置する。ハミルトン島は、世界遺産であるグレートバリアリーフに囲まれ、美しいサンゴ礁やビーチがあることで有名。島内には宿泊施設が7タイプ存在し、オーストラリア人に人気なリゾートアイランドである。 グレートバリアリーフの中央部に位置するので北部や南部に生存しているサンゴや魚介類が見られる。世界で最も美しいと言われるホワイトヘブンビーチやハートの形をしたサンゴ礁、ハートリーフへ最もアクセスが便利なので通年観光客が訪問する。ウィットサンデー諸島はオーストラリアの歴史上大切な存在である。1770年にジェームス・クックが ハミルトン島を囲む海が最も安全な航路であると記録してウィットサンデーと命名した。ウィットサンデーとはキリスト復活最後の第7日曜日を意味している。クックの公開記録には当時はすでに先住民のアボリジニーたちがアウトリガーカヌーで魚を捕らえたり、水際では焚き火からの煙を確認したと記され航路はハミルトン島から2キロメートル以内を通過した模様。 現在のハミルトン島をカンバランド公爵からちなみにカンバランド島と隣島と一緒に名付けた記録が残されている。その100年後、キャプテン・ナーズ率いるサラマンダ号が近辺を測量し、スコットランド南部に位置するハミルトンからちなんでハミルトン島と命名された。1980年からリゾート開発が始まり、ジェット機の離着陸できる空港の建設認可が下りた。 あとの1981年にハミルトン島を含む地域全体がユネスコの世界遺産として登録された。現在はアコモデーション、ショッピングビレッジ、ヨットクラブやゴルフ場などが存在しリゾートとなっている。この島は1975年にキース・ウィリアムス及びブライアン・バートにより購入され、1978年にキース・ウィリアムスが ハミルトンアイランドハーバーの建設を始め、その後すぐにリゾート複合施設の建設を始めた。このリゾートは1982年から1984年の間にオープンした。1985年にリゾート複合施設の中心的な部分が火事により焼け落ち、1986年に再建された。現在のウィットサンデー。 ホリデーアパートメントは1986年にオープンし、1990年にリーフビューホテルがオープンした。1992年にこのリゾートは関在人管理下に入り、1995年から2003年の間、BT オーストラリアの手に移り、ホリデーインにより管理されていた。1999年に五つ星のビーチクラブがオープンした。年には、 オートレイ一家がリゾートを買収し、マリーナの拡張を及びヨットクラブ2007から8年にかけてオープンしたクオリアとして知られるリゾートの拡張開発を行った。ハミルトン島の井戸は北半球ではホノルル、南半球でモーリシャスと同じであり、1年間の平均気温は摂氏27.4度である。ハミルトン島は火山岩に覆われた大陸島で、 東に位置するパッセージピーク山と西に位置するリゾートルックアートミハラ次第を結ぶ峰により賑やかなマリーナビリッジ船着き場や空港とも宿泊施設のあるキャッツアイビージュを自然が作ったバリアによって素晴らしいリゾート環境を作り出しているハミルトン島内で最も高い山はパッセージピークで頂上からはウィットサンデー諸島サンゴ海やヒルインレッドが見られるパノラマオブ ハミルトンアイランド、詳細は、世界一素晴らしい仕事及び、W, The Best Job in the World を参照州政府は、世界一素晴らしい仕事と銘打って、この島の管理人を募集した。報酬は、日本円で1000万円。世界中の応募者から選ばれた16人の候補者には、小林美恵子も含まれていた。しかし、最終選考で選ばれた一人は、イギリス人男性だった。 ありがとうございます。